東北地方の北部にあり、本州一広大な面積を有する岩手県。中峰岩手山をはじめとし、大地を連なる山々、豪壮な断崖と岩礁風景が連続する隆起海岸、岬と入江戸が複雑に入り組んだリアス海岸など、大自然の営みを全身で感じることができます。そして親潮と黒潮が交わる三陸沖は、古くから世界有数の漁場にも数えられてきました。先の東日本大震災で甚大な被害を受けた三陸沿岸、本格復興を成し遂げ、魅力的で住みよいふるさととして生まれ変わろうとしています。岩手県三陸沿岸。三陸沖は北からの親潮と南からの黒潮などが入り組んだ複雑な海峡になっています。このため親潮に乗って回遊してきた冷水性の魚、黒潮に乗って回遊してきた暖水性の魚が三陸沖に形成される潮目に集まり、世界でも有数の漁場になっています。また海岸は岩礁や砂礫質が多いため、アワビ、ワカメ、昆布、ウニなどが生育しています。宮古市付近より南側のリアス式海岸は天然の良港として、カキやホタテなどの養殖漁業が盛んです。一方、宮古市付近より北側の断崖が連なる隆起海岸は外洋に面しているため、海藻類の養殖漁業が盛んです。こうして三陸沖の海の地形と海流の働きが世界有数の漁場を形成しているのです。古くから漁業が盛んな三陸沿岸、目的や季節によりあらゆる漁業が存在します。養殖漁業、三陸ならではの地形を利用し、全国一の生産量を誇るワカメをはじめ、昆布、カキ、ホタテ、ホヤなどさまざまな海藻類を育てています。再海藻漁業、岩礁域で形成されている三陸沿岸にはアワビやウニなどの磯資源に恵まれています。船上から箱眼鏡で覗きながら鍵を使って漁獲します。漁船漁業、季節ごとに旬の魚を追ってさまざまな漁が行われています。三陸沖でははえなわ、タゴ、船引き網、イカ釣り、サンマ棒受け網、底引き網などの漁船漁業が営まれています。定置網漁業、文字通り海中の定まった場所に網を設置し、回遊する魚群を誘い込むことで漁獲します。中でも秋鮭漁は本州で最も多い漁獲量を誇ります。新米の漁師さんにお話を伺いました。
海も好きだし、一応職場の人に誘われて、うん、入りました。まだ5ヶ月です。実際やってみて、一つ一つ教えてもらって分かったことを実践でやって自分で成功するとやっぱ嬉しいので、やってみてやっぱ楽しいですね。親分みたいな、漁師さんになりたいですね。尊敬してるので。もちろん震災前に比べて人材がもういないと、亡くなった人も多いし高齢化して、実際浜ではもう漁業者の奪い合いになってて、もう地元で人を探せないと。それで毎年一人ずつ漁業未経験の人を今取ってる状況です。やっぱ朝体を動かしてみんなで力を合わせて取った魚をその朝ごはんで食べる時のうまさ、それも最高だし、頑張れば頑張っただけ跳ね返ってくるっていうのがやっぱ魅力で、それに見合った収入をまず与えれるのかなと思ってます。古くから海とともに発展を続けてきた岩手県三陸沿岸。2011年3月に発生した東日本大震災では1万隻以上の漁船が被災。岩手県内111ある漁港のうち108漁港が壊滅的な被害を受けるなど、漁業を生業として生きてきた人たちの生活基盤を根こそぎ奪ってしまいました。時に牙を剥く自然、それでも海と共に生きる漁師たち。とある三陸の漁師が言いました。家も漁具も流されたけど、まだ失っていないものがある。大船渡市三陸町料理小石浜地区、全世帯30戸ほどの料理地区で最も小さな集落です。全世帯が養殖漁業などで生計を立てているこの地区で、代々続く漁家の後継者として頑張っている若者たちがいます。料理漁協小石浜青年部、漁家の後継者たちで構成されています。青年部の代表を務める佐々木淳さんです。学校卒業後、一旦は会社勤めをするものの、家業である漁業の道へと進んだ一人です。ずっと、親とかがずっと海で生業として生きてきて、世間に認められるようなものを作ろうというふうにこう邁進してきたわけですよね。そういう親を見てた世代だと思うんです。そこからは我々もそれを継いで、このまま未来に紡ごうという感じで動いてますけども、みんなあれですよ、ここの人たちの何十年と苦労してきた親の姿を見てたからだと思いますね。県内でも有数の漁獲量を誇る小石浜地区のホタテ養殖、恵まれた自然環境と長年続けてきた漁師たちのたゆまぬ努力、それが日本一の高値をつけるほど良質なホタテの生産へと結びついているのです。雑物の除去とかそういった手をかけるってことは、やっぱり物を良くすることにつながるっていうのはみんな分かっているので、いろいろ毎年毎年全員が考えて動いてますね。ただ置いといていいものにはなりませんね、絶対、はい、日本一のホタテを作りたい、そんな思いを胸に丹精込めて育てる若手漁師たちの姿勢やホタテの品質が各方面から注目されるようになり、2003年浜から直接消費者へ届けられる浜直送便小石浜というホタテのブランド化が実現しました。この直売をやっていて思ったのが、食べる側の方々の顔が見えるとか意見が知れるっていうのがとても大きいなというふうに、食べる側の方々もその生産者の顔を見たいっていう方々が相当多いっていうのに気づいたんですね。それっていうのは、我々の生産意欲につながると思うんです。やる気があればいいわけじゃないですか。
浜にも活気があるし、まあ、地域おこしにもつながるし、小石浜ホタテの誕生により三陸鉄道南リアス線の小石浜駅も名称を変更。駅の待合室には願い事を記したホタテの貝殻が吊るされ、恋愛成就のパワースポットとしても全国から注目されるようになりました。地域に活気がみなぎっていた2011年3月、東日本大震災が発生。小石浜地区にも甚大な被害をもたらしました。やめようと思った人が一人もいなかったんですよね。その浜からの直売をやってみてたところで分かった、全国に欲しい方々が待っているんだなって、その声も直接実は届いててですね。また再開したらまた、まあ、お付き合いしてくださいですとかね。もういち早い再開をしなきゃっていうところまでの、まあ、モチベーションで動いてましたね、全員。震災後、若手漁師たちを中心に復興に向けた努力から5年、被災前のような活気が浜によみがえりました。水揚げされたホタテの洗浄、選別、梱包など小石浜地区全世帯で行われる毎朝の光景です。我々が今頑張ることはやっぱりここの浜を未来に紡ぐっていう使命を持ってるなっていうふうにも感じてるんですよね。後継者担い手は不足はしていないって言えど、で圧倒的に少子化で、そして圧倒的に人が少ないっていうのはもう見え見えなわけですよ、この先。なのでその新たな人との出会いの中で、まあ、ここの浜を好きになったとかですね、まあ、ここで漁業をやりたいっていう人にやれるような状況を作り上げていかなきゃ、まあ、将来的にここの海っていうのはなくなっちゃいますもんね。漁師は最高っすね。まあ、サボれば貧乏になりますけど、頑張れば金になる。いろんな夢がありますね。岩手県上平郡大槌町キリキリ漁港。ここに漁師を目指す若者がいます。奈良俊明さん、愛知県出身の33歳。大学を卒業後、鍼灸師として東京で働いていました。震災復興支援ボランティアで最初に来たのがきっかけでした。最初はマッサージで避難所なんかを巡っていたんですけれども、仮設住宅ができた頃ぐらいから仮設住宅を回ってコミュニティ作りをするためのお茶っ子隊という部隊で活動していました。東日本大震災発生後の2011年5月、キリキリ地区の漁師たちは共同でわかめ養殖を再開します。収穫時期の2012年3月、漁師の人手不足などから奈良さんもわかめ養殖の刈り取り作業に参加。その時に現在の親方倉本さんに出会いました。この大槌町で採れたてのわかめを初めて食べてみて、その美味しさに、ものすごく感動したんですね。わかめで感動できるんだっていうことは非常に驚きだった。その美味しさにものすごく驚いたということと、震災後初めて採れたそのわかめを、両手に持ったその漁師が、わかめはやっぱりいいなというふうなことをポツリと言っていて、当然のように採れていたわかめが震災の年採れなくて、それが翌年改めて採れたことに対して感動をしみじみと噛みしめているその様子に私も感動してしまったっていうのは、その漁業に対して興味を持つ大きなきっかけになったことでした。そんな折、大槌町で新たな漁業の担い手を育成するための漁業学校が開設されたことを知った奈良さん、漁業を体験できる短期の体験講座に始まり、本格就業を目指して知識技能が習得できる
本格養成講座をも受講。2年間の修行先として親方の倉本さんの門を叩きました。この時の漁は鮭の延縄漁。目印の浮きにロープをつなぎ、針にサンマの切り身をつけ、数百メートルから数キロの間を一直線上に流します。例えば朝早いっていうこともありますし、作業自体もやはりとても辛いことはやはりたくさんありますね。真夏の作業なんかだと長靴の底に汗が1センチ2センチと水たまるようにできちゃいしまうこともありますし、やはり冬場であったら寒さもとても厳しいですし、辛いことはまあ確かにたくさんある部分はありますね。親方の倉本さんは奈良さんをどのように見ているのでしょうか。まあ、やる気はいっぱいあるとは本人は言ってますが、みんなを手伝うっていう気持ちでやってればね、どん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 仕事もできるようになると思います。同じ浜で、みんなでね、助け合いながら協力し合いながらやっていてもらいたいと思います。浜に若い連中が増えるっていうことはね、もう活気も出るし、賑やかになるしね、ぜひ来てもらいたいと思ってます。倉本さんの言葉からは、漁師仲間としてこの浜を盛り立ててほしい、そんな思いが伝わってきます。大槌町に来て初めて漁師さんと接した時、やはりぶっきらぼうな方はとても多くって、なかなか接しづらい、怖いのかなと思った部分は、まあ、やはりあったんですけれども、なんというかどん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 仲良くなるにつれて、とてもその人柄に惹かれる方が多いというふうな印象を受けました。大槌町の人たちは地元には何もないっていうふうにみんな言うんですけれども、地元の方々が当然と思っていたものが、実は外の方にとってはとても新鮮なものだったりするようなことがたくさんやはりあるんですね。そういったことを私が気づいたら、それを外の人に発信して翻訳して、魅力を伝えていくような、そんな橋渡しをするような役目になっていきたいと思います。岩手県三陸沿岸の最南端、陸前高田市。県内で震災の被害がとても大きかった町の一つです。陸前高田市の目の前に広がる広田湾、整然と並ぶいかだでは牡蠣の養殖が盛んに行われています。お供地区両貝漁港で牡蠣の養殖漁業を営む佐々木誠さんです。東京でサラリーマンを、数年ほどやってまして、で、まあ、小さい頃から、まあ、親父の海牡蠣の仕事を手伝ってて、まあ、海が好きだったと、まあ、漁が好きだったというところで、まあ、いずれは帰って、まあ、浜をやりたいなって思ってました。まあ、親父から後を継いで、牡蠣の方は兄貴が後を継いでます。で、まあ、僕が1年ぐらい手伝いをしてから漁業権っていうのを取得して、今、独立した牡蠣生産者として今やってます。漁家の次男坊として生まれた佐々木さん。東京から地元に戻り、23歳で組合員の資格を取得。現在父親と3兄弟で牡蠣の養殖販売に力を注ぎます。すごい穏やかな海です。でそこに気仙川っていう本当に大きな川が流れ込んでて、すごい栄養豊富な豊かな海になってます。でその海のミネラルを含んだ牡蠣がすくすくと大きく育ってるのがすごい特徴です。まあ3年後の収穫までに、夏場の温湯駆除っていうものがあったり、まあ、ムール貝とかの雑物は駆除するんですけど、それプラス牡蠣の殻の成長を止めて10月からスタートする牡蠣の身入りを良くするための作業になってます。
まあ、全国を探してもその温度九条をやってる牡蠣の産地っていうのは本当に限られるかなと、まあいろいろ本当に手間暇はかけるんですけど、まあそれが本当に手をかければかけただけ自分にこう返ってくる牡蠣がいい牡蠣が取れるっていうことでやりがいとしてすごく感じてます。出荷はまあ毎日朝早いんですけど、まあ出荷をするのが やっとお客さんに届くっていうのがやっぱり声がと逆にフィードバックされることがすごく楽しみになってるので、まあ寝る時間をちょっと惜しんで出荷を毎日楽しんでやってます。手間を惜しまず妥協を許さないその姿勢が震災を乗り越え築地市場でも高値をつける広田湾産殻付き牡蠣を支えています。まあちょっとあの生産者が震災前から比べると3分の1になりました、浜から活気がなくなったなっていうのを感じてます。岩手県この三陸地域っていうのはすごくどこにも負けないものを作ってると思います。やっぱりそれを絶やさないためにも新規就業者だったり海に興味のある人たちがやっぱこう浜の作業を楽しみながらやってもらうってことは浜に活気が出て生産者が増えるってことはとっても大事なことかなと思ってます。自営業なんで、まあ、本当に労働時間は長かったりしますけどやり方次第では家族といる時間もすごく作れるので、まあ今日一日頑張ってじゃあ明日休みにしようとか、まあ、そういう子供と触れ合う時間とかもすごく作れるので、まあ、僕的には漁師ってすごく素敵な仕事だなと思ってます。岩手県釜石市、釜石湾の南、自然豊かな尾崎半島の入り江にある尾崎白浜漁港。ここに漁師を志し神奈川県から移住した男性がいます。山崎博さん、42歳、サラリーマンからの転職です。まあいろんな理由はありますけど、まあ、海が好きとか、まあ、普段から釣りをしてたとか、最終的にはちょっと母親の方が亡くなりまして、で元々行った神奈川の方からでもうちょっと離れたところで漁業権とかもらえるようなところに行ってみたいということでここに来ました。山崎さんを弟子に迎えたのが堀内浩一さん、35歳。ワカメやホタテなどの複合養殖やアワビなどの再海藻漁業を営む凄腕漁師、山崎さんより年下の親方です。まあ俺も人手が欲しいのと高齢者が多くて60代70代が現役で頑張ってる状態なんで、で俺まだ30代なんですけどそこの間がいなくて、でこれからどんどん漁場は空いていくし、かといって一人で全部できるかったらそういうわけでもないし。二人の出会いは全国の主要都市で開催されている漁業就業支援フェア。新人漁師を募集している漁協、漁業団体と漁業に関心のある方が集い、さまざまな情報交換などを通して漁師への道を探る取り組みです。本人はすごくやる気がある感じでした。辛いとは思いますけど、覚えることが多いから。でもやる気があればやれなくはないと思って山崎君を連れてきたんで、まあ、話してて話しやすかったというのと水揚げとかもトップクラスみたいなんで、まあ、そういう腕のある方のところに入って、まあ、修行してみたいというのもありましたね。漁師の道に憧れて弟子入りした山崎さん、さまざまな漁業スタイルを習得する中で自分が抱いた漁師像とのギャップはあるのでしょうか。もう厳しいですね、はい。まあ、養殖ですけど漁師は狩猟なんでやっぱ人より多く取らなきゃいけないっていうのが基本なのかなって。まあ、だから作業が遅いと特に早くしろと。そして親方の堀内さんは山崎さんをどのように見ているのでしょうか。
いや、真面目です。働きますね。彼が多分今ここの漁場では、まあ、漁師も含め一番仕事してると思います。2年で完璧になれるなんてないんですけど、でも2年である程度はできるようになって、自分でやれるくらいにまではしたいなと思って厳しくやってるんですけど。現在山崎さんは組合員資格の取得を第一の目標に掲げ、日々堀内さんの指導を仰ぎます。これからはそういうグループみたいなのを作って一緒にやっていくのもいいんじゃないかなって思ったりしてるんですよ。一緒に何ですか、ライバルじゃないですけど、お互いにそう競い合っていける漁師が増えればいいなと思ってます。やっぱり自分の頑張った分だけ自分の実りになるというのが一番の魅力だと思いますよね。親方目標で、まあ、それを越して、まあ、開けない、まあ、そんなこと言って怒られそうな気がするんだけど、まあ、頑張って、まあ、たくさん水揚げしたいと思います。岩手県で漁業新規就業を希望検討されている皆様へ、新規就業に関する制度支援などのお問い合わせはご覧のところまでご連絡ください。